僕の後ろに。まさか貴様らが江戸にいるとはな。江戸で何をしているのです？新選組はすでに北上したと聞きましたが。僕たちがどこで何をしていようと、あんたらに話してあげる義理はないよね。一理あるな。何にせよ悪くない機会だ。その娘をいただくついでに目障りなまがいものを一匹始末しよう。お会いに行く様かな。この子は渡さないし、僕も始末されてあげるつもりはないよ。やめておけ。あの二人と君とでは実力差がありすぎる。間に入れば切られてしまいだ。やめておけ。以前よりはできるようになったか。あんたに褒められても別に嬉しくないな。所詮まがいものはまがいものでしかないな。死病を抱えたままで純血の鬼に勝てるとでも思ったのか。
落ち水は肉体的な強靭さを与えるが、救う病魔を払うようなものではない。まがいものに生きる価値はない。武士を気取るのであれば潔く死ね。何をしている？何だと？君は落ち水を飲んだのか？南雲家のことは聞いていたが、まさか落ち水を持ち出すとは。奴には鬼の誇りがないのか。その体では正常な鬼の子を埋めまいな。行け。貴様は鬼の血を引く者として自らの手で落とし前をつけるんだな。あんたらはもうこの子に手を出さないってこと？その娘の利用価値は消えた。人間同士の戦いもじきに終わるでしょう。新政府軍は江戸を占拠した後も北上した旧幕府軍を追討しています。東北諸藩は抵抗を続けるようだが、戦いの結末は火を見るより明らかだ。我々は薩摩藩への義理を果たした。後のことは人間が好きにすればいい。鬼が時代に要される日まで私たちは再び身を潜めます。
よかったね。君を悩ませるものが一つ減って。ほら、急いで江戸を出よ。新政府軍に見つかると厄介だからね。